あ、ありがとう、ありがとう。びっくりした。あ、すいません。びっくあ、そっか、アイボさん向かってんのか。そういえば。アイボちゃん来るって言ってたもんね。さっき言ってました。何分ぐらいで来るんだろう。全然喋ってないな。ジェンガタワー難しいよ、グラ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 するから。俺が43本で池上さんも43本で慎吾さんが32本ぐらいかな。わあ、どうしよう、アルさん怒ってるな。怒ってますか。なんで怒ってんすか。ツバニャン。あ、ツバニャンと絡むの。いいって言ったのにやっぱ怒るんだ。うん、マジか。どうしよう。なんかめっちゃ怒ってるわ。43本きついよ。1時間で43本。ひどいがなんか、うん、あ、ん？誰かホテル取って、え？ホテル行くの？どうしたらいいんだ。うん。どうしたらいいんだ。うん、R さんのこと好きだから。どうしたらいい。あ、まだの、うん、飲んでる。あ、まだ出てないんだ。いえー、うん、R さんに告白しに行きましょうよ今からみんなで。いやいや、それは無理でしょ。え、でもやっぱりあれっすよ、こんな綺麗な人だったら誰かに取られちゃいますよ。そもそもそんな会えないですよ、はい、そんなに。そんなしかもみんなで会うのは絶対嫌うと思いますよ、多分。で、なんでそもそも一時でも多分会えないし、うん、それは無理だと思ってて、うん、あ、絶対怒ってるこれ。どうしよう。いや、ちょっとコラボしてほしくないですか、R さんに。あー、まあそうっすね。僕は新ヤットさんのことは別に嫌いじゃないんですけど、うん、個人的に、うん、ただなんかやっぱりまあいろいろあったじゃないですか。え、なんですか、いろいろ。いや、それは多分あんまり言わない方がいいと思うんですけど、おうおうおう、やっぱなんかそこはちょっとね、僕もなんか嫉妬というかしますね。あ、え、でも嫉妬するってことは自信がないってことじゃないですか。まあまあまあ、僕あれっすよ、新ヤッチョに慎吾さん男として負けてないと思いますけどね、うん、そうですか。え、だって束縛するってことは新ヤッチョに負けを認めてるわけじゃないですか。どういうことですか。あの R さん
が新八町行きたいっていうことは、はい、行けよっていうぐらいがやっぱあれなんじゃないですか。俺全然好きだからみたいなのが逆に R さんが惹かれるんじゃないですか。いやそれ多分ないないですか。え、なんで行かないで行かないでって言うと行っちゃう感じじゃないですか。参ったな。不祥事になって。マジかよ。どうしたらいいんだろう。どうしたらいいのこれ。絶対しかも怒ってるし。保険って言いなさい。どうせツアーであんた全員来ていいよって言っちゃったからもう絶対向かってるしね。かといって今あまあ飲むの嘘かといって来るななんてなんか言えなくないもん。なんかうんええどうしてなさい。食べます食べます。でもそんな状態だともし仮に例えば R さんと付き合っても絶対束縛しちゃいません？まあでも束縛っていうか、はい、別に僕例えばツバニャンとやってないじゃないですか。はい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 、僕はツバニャンとやってないし、はい、でもまあ R さんとそっちはまああるじゃないですか。うん、それってちょっと条件が違うっていうか。でも付き合って浮気されちゃったら R さん逃げちゃうわけじゃないですか。まあまあまあ、まあ、うん、だからR さんの心を僕はがっちり掴んだ方がいいと思いますよ。うん、なんか慎吾さんがいや R さんがもう慎吾さんが好きなのっていう状態にしないと、うん、いつまでも新八丁に怯えることになるわけじゃないですか。まあ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 、うん、僕ほら例えば僕がやった相手とかだったら、はい、わかんないです。まだなんか、うん、例えば朝日奈とか、うん、え朝日奈ってやってんすか。いや、まあまあまあ、まあ、そこはまあ、うん、例えば朝日奈と会わないでって言ったらまだわかるんですけど、うん、え、でもだってまだ付き合ってないじゃないですか。まあお、名前、花火上がってるわ。どうしたらいいんだそれは。断ったら断ったらまたなんか炎上そうな気がします。まあ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 、でも断なかったら断なかったら。え、でも男の束縛はダメっすよ慎吾さん。あ、男の束縛は。っていうか、はい、うん、でもその気持ちわかりますわかります。しんごさんの気持ち。本当っすか。え、どうわかんの。いや、自分だったら、うん、なんかあんまりその他の男の人と、まあ、一対一ではあったしかないかなっていう。え、でもそんなの無理じゃない。結婚してからそんな無理じゃない。でも結構特殊じゃないですか。その相手ともなんていうかそういう関係がある人っていうのはちょっともうちょっとなんか若干なんかあれだと思うんですけど、僕でも僕だったらっすよ、はい、僕だったら過去そういうことがあったのも含めて愛しますけどね。その過去のことって変えらんないじゃないですか。いや、まあそれはそうなんですけどね。だし彼女も人間なわけだから彼女のね意思も尊重してあげないとかわいそうじゃないですか。彼女自身が私もう深夜ちょっと合わないっていう風にならないと無理じゃないですか。いやー、でもそんな自分読んでさ、どうしようどうしたらいいんだろう。企画だからだ。だって R さんも人間なんだから誰を好きになるのも自由じゃないですか、うん、
R さんがその慎吾さんを一番だって言って言うならわかりますけどね。私はぶっちゃけた話、はい、ぶっちゃけましょう。R さんはもうほんと特殊な女の子なんですよ。ほう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 。だから、まあ、正直そういう、なんていうんですかね、はい、うん、まあ、僕も特殊ですし、うんうんうん、多分僕らにしかわからないことがあるんですよ。ほう、2人だけの。ちょっとまあ説明しにくい、ちょっと説明しにくいんですけど、うんうんうん、でまあ嫉妬って、うん、まあなんだろう、例えばなんかじゃあ、うん、男と女がいて、はい、じゃあ男側が浮気して、うん、はい、でそれで何だろう、うん、じゃあそれを見て、うん、あ、なんだろう、浮気してるって嫉妬するじゃないですか。じゃあ私もしてやろうみたいな、うん、でそれで男側が、うん、じゃあお前もしたんだから愛子だろって言っても、うん、あれじゃないですか、あの、うん、女側からしたら、うん、いやあなたがしたからでしょみたいな、まあ今なんですか、まあ、そんな感じないですか、ちょっと説明下手だな、うん、いや、いいっすよいいっすよ、ゆっくりでいいっすよ。いや大事なことなんでゆっくり聞きますよ。あ、違う、ちょっとあれね、うん、うん、男と女のカップルがいました。カップルがいた、はい、例えば、うん、女側が、男とじゃあ3人と浮気しました。3人、はい、3人と浮気した、彼氏がいて、はい、他の男が3人浮気した。それをしたとするじゃないですか。仮にですよ、例えばの話、まあまあまあ、だいぶやりますね、まあまあ、設定が、まあまあまあ、はいはいはい、それだとして、はい、で、うん、6ヶ月なんて言うんだろう、それで、はい、じゃあその浮気された側が誰かと一人と浮気するじゃないですか、はいはいはい、あなたもしたんでしょってそれで言うじゃないですか、はい、バレたところで、はい、バレて言っても、はい、あなたなんか3人じゃないって言って、まあ、どっちかっていうとその3人浮気した方が悪くなるじゃないですか、どっちかっていうと、あなたもしたでしょって言ったって、うん、どっちかっていうと、うん、でも嫉妬っていうのは嫉妬したらもう成立するんですよ。別に自分が筋を通してなくても、自分がその、いや、僕が言ってるのって3人浮気させてる時点でダサくないですかっていう。あ、3人浮気させるような付き合い方してる時点でもう彼女からすると4人なんですよ、はい、自分が特別な一人じゃなくて、彼氏が不甲斐ないから3人彼氏を他の遊び人を作らないといけないぐらいにさせてるわけだから、はい、満足させられてない、そう、満足させられてないからなんじゃないですかっていう。まあまあまあ、その何ていうんですかね、やっぱりその妻だと絡んでほしくないみたいな、うん、それが多分満足なんないんですよ多分、うん、っていう多分そういうところに。ああ、なるほどね、なるほどね。でそれはもう、うん、R さんの考えであり、話してあったらいいみたいなんですか、そう、動かぬ何ていうんですかね、事実というか。なるほどなるほど、考えとか R さんからすると他の女の人と絡んでほしくないっていう、うん、いや多分妻なんか特別なんですよね。あ、妻には嫌なんだ。他の女の子も多分嫌なんだろうけど、じゃあ妻にはぶっ飛ばしましょうよ、現存で。いや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 、そしたら R さんがめっちゃかっこいいってなるんで、いや違うでしょ、出頭うまい棒投げつければいいんですよ、てめえこの野郎っつって爆走っつってこれ投げつけましょうよ、帰れっつって。いやいやいや、そしたら R さんグッときますよ。なんでかい、じゃないですか。あゆこさんとかだったら大丈夫じゃないですか。ちょっとね、これで新ヤットさんもまたこれ多分本物のが来たからね、これ、うん、すごい気まずい状態になっちゃった、どうしようこれ、うんうん、多分本物でしょこれ。いやー、これ参ったな、参っちゃったな、これ。 R さん怒ってますよ、やりまんって誰だよっつって。いや別にそれは R さんのこと言ったわけじゃないし、なんて言うんだろうな、うん、何をやろうかってなって。いやー、いや確かに今の R さんをやりまん設定にしたのは良くなかったっす。違う R さんは今のは R さんやりまん設定ってみんな思ってますよ。違う、その R さん、いやいやいや、言い訳は良くないです。違う、それは R さん怒るって。違う、いや R さんのことやりまんって言ったのは謝った方がいいっすよ。いや正直言ってないっすよ。いやいや、みんなそう捉えて、いや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 、そういうところ良くない。男側でもいいっすよ、男側が3人でもいいっすよ。男側が3人でもよかった、どっちもよかったんですよ。いや、じゃあなんで男側にしなかったんですか。今の話だと R さんがやりまんみたいに1000人の前でディスったわけじゃないですか。言ってないです。それは言ってないです、本当に。そんなことは一言も言ってない。例えばの話ですよ、例えば。別に男と女でどっちもよかったんだけど、うんうん、別にだって R さんが3人とやったなんて一言も言ってないし、うん、女の子が、まあだから、まあ、だから他のね、
例えば A さんって人がいて、うん、っていう話ですよ。ややこしくなっちゃったね。つばやんつからしたら電話出ろって言って、なんで配信、なんで電話出ろってどういうことですか。電話出た方がいいっすよ今ですか。はい、あ、Rさんですか。そう、Rさん激おこ。一応電話出た方がいいっすよ。楽しみそうっすかね。今出なかったらだってやばくないっすか。確かにやばい。やばいっすよ。今出ないとやばいっすよ。いやでもかかってきてないです。ああ。そんな。なんでこんなことになってるのマジで。いやいや僕ピンチは、いやこれだ、いやチャンスだと思いますよ。いや僕は、はい、炎上とかそいつらいらないんですよ。わかります、わかります。なんか一時的だから、はい、僕は炎上とかそんなどうでもよくて。わかります、わかります。僕はただ単に、はい、こういう YouTuber みたいな企画をやって、はい、盛り上げようとしただけなんです。わかります、まあ、プレミアムリスナーのもかかってるんですけど、うんうん、わかりますよ。別に僕はそういう炎上とかそういうのはいらなくて、本当に、はい、自分気持ちはわかります。はい、いや別に電話かかってきてないですよ。R さん、R さん見てんすか今。まあ多分見てると思うんですけど、さっきからコメントしてるから。この3人の中で言ったら、はい、やっちょ一筋なの分かるんですけど、この3人の中で言ったら誰なんすか R さん。それは、慎吾さん。それは慎吾さんって、だからそれを本人に書かせると思って。お前が言ってどうすんの ?R さん、この3人の中で言ったら誰なんすか。言ってる意味がわかんないですけど。ああ、やりまん設定になっちゃった。死んじゃっとってなさんですか。ほら、新八丁が好きなんだよ。え、だって新八丁好きじゃないですか、Rさん。まあまあまあ、まあ、はい。でなんかアンさんってやっぱそういうとこあるよね、うん、俺の配信外では、うん、それ配信外ではね、うん、配信外では新やつさんより俺の方が好きだよって散々言ってくれる。配信外ではそう言ってるんですか。言ってくれますよ。でも、はいはいはい、配信中には新やっちょの方が好きだよって絶対言いますよね。一時的ない。それって、それってそれって超いい彼女じゃないですか。結局違う、それって配信のこと分かってるわけだから。でも金梅さんにも言われたけど、おRさんは結局新八丁さんが好きで、うん、でそれで分かってないな。それでなんつうんですか、分かってない。新八丁さんが好きで、なんか俺なんかそれ新八丁さんに嫉妬させるために俺に繋がってるだけだから、慎吾やめた方がいいよって俺金馬さんに言われたんですよ、うん、で俺はそんなことないと思ってた。俺は配信外で僕が一番好きだって言ってくれてたんですよ。でも配信中には結局コメントで新八丁が好きだよって言って、俺が好きだよとは言ってくれないんですよ、うん、結局新八丁さんにそういう風にやれ、これは載せていいんですか。いいっすよ。もしもし、もしもし、実は配信に載せないで、うん、あの、はい、配信に載せないで攻めてほしいんだけど、うん、いやでも、Rさんだって、違う違う、僕はRさんのことをやりまんって言ってないんですよ。でもこれ僕の声乗っちゃうけど大丈夫これ。Rさんの声は聞こえて入ってないけど。うん。いやでもさっき乗せちゃダメだって。
いや別に俺は配信はどうでもいいの。俺は別に配信のネタとかじゃない。俺は R さんが好きなだけだから。でも R さんだって結局配信中に、俺の声しか聞こえてないはず、まあ、もしかしたら聞こえてるのか分かんないけど、ちっちゃく乗っちゃってるかもしれない。かあのカメラが結構広いから前ですか。でも結局俺が言ってるわけじゃないじゃんそれ、じゃあてかさ、でも俺ちょっと思ったんだけど、 R さんは配信外でね俺のことの方が好きだよって言ってくれてるのに、なんか結構配信中のコメントじゃ新ヤトさんが好きだとかっていうコメントばっかじゃん。声だから、それじゃあなたの一方的な話でしょ。はい、何はい、聞こえる？聞こえると思いますよ。さっきの話だけ聞いてると、ただ慎吾さんだけが断ってる、はい、謝ってるってリスナーさん勘違いするから、はい、言いますけど、はい、誰がさ女配信者と絡んじゃダメとか言った？ドレさんも言ってたけど、好きな女が嫌がってるのに、はい、ね、15回も20回も配信に名前出すばっかいないって、はい、LINE も来たって言ったでしょ、はい、それなのにね、どうして私がじゃあさ、やっちょとコラボするとか言うとダメっていうの、はい、ライブだって言ってよくない？別に配信者だよ、ただの配信者対リスナーだよ、私、やっちょっと今は。だからその配信載せていいのかわからないですけど、なんかその、まあ、そういう関係があったわけじゃないですか。配信載せていいかどうかっていうのは自分で判断できますよね、はい、30過ぎてたら。はい、でも R さんは僕のことの方が好きだよって言ってくれてるじゃないですか。でもなんかさ、聞いて、例えば僕つばにゃんとやってないですよ、僕だって。ね、聞いて、はい、今日例えばじゃあ今日好きだとしても、はい、ね、こういう、あ、じゃあ昨日好きだったとしても、はい、今日こういう配信をすることで人って嫌いになるじゃん、誰だって、はい、毎日気持ちって変わるじゃん、はい、そうだ、そうですよね、和道さん。そうです、そうです。帰ります。よし、帰る。もう帰ります。よし、いや慎吾さん、大人げないですよ、それは。よし、帰ろう。慎吾さん、一旦落ち着きましょう。僕、帰ります。慎吾さん、それは違うでしょ。一回落ち着きましょう。だってもう、話は聞くから。僕がここ来たのが悪いんですよ、だったら。うん、なんすか、どうしたんですか。いや、これ、まずこれ。来たことは悪くないと思いますよ。いや、正直言うけど、うん。俺、あんまり、だから配信者と絡みたくないのは、正直配信者が配信者を呼ぶじゃないですか。で、ぶっちゃけ絡みたくない。いや、慎吾さんのプレミアムリスマンを応援するためにみんな動いてるでしょ。はい、いや、やっぱ配信者が配信者呼ぶとこあるから、で俺は結構絡みたくない人とかもいるから、だからなんか結構あんま絡みたくないなってもあったんです、正直。だったら聞いて、はい、落ち着きましょう。はい、一応たまに、まあ月に何回かかもしれないけど配信するわけじゃない。はい、で配信者になる前からたまたま野鳥をコラボしてくれるって言ってて、はい、で、まあこの機会じゃないけど、はい、そう、別にさ、それは配信者としての自分が許されるなら、はい、私が野鳥のさ、ライブ行こうかなんだろう、それは関係なくない？それで切れるとかっておかしいでしょ。いや、そうじゃなくて、だからアルさんは僕のことを好きって言ってくれてるじゃないですか、うんうん、だから好きでも毎日変わるの、こういう行動されると。でもずっと言ってたじゃないですか。で、それで新ヤットさんとはまあそういうことがあったじゃないですか。そこになんか好きとか言いながら、でもそういう関係があったのに行くっていうのはちょっと違う。俺ツバニャンとやったことないし、もちろんツバニャンとやらないし。いや、なんでツバニャンと俺がやらなきゃいけないんですか。ツバニャンとかタイプじゃないし、俺が、まあ、例えばね、朝比奈とかと会うってだったらまだわかるんですよ。ほらね、それでまた名前出すよね。
いや違う別に、あ、違う、例えばの話。じゃあこれから私深夜町のいいところの、あの配信するわ。しないけどね、売名って言われてるからしないけど、はい、私はあなたの前でなるべくね、野鳥の話されたくないと思うから、ワイガっていう言い方してますよね。はい。あの、あなたは人の気持ちをわからなさすぎるの、はい。それはリスナーさんにもよく言われているけど、はい、ね、人の気持ちを、だからいつも言うの、私とじゃなくても、もし他のね、女性を好きになったとしても、もっと人の気持ちを考えれる人になってねって、この前も言ったじゃん、昨日こう、例えばかな。はい。でよくわかんないけど、結局、なに、じゃ、なんか、あるさん、結局なんか逃げてる気がするんですけど、新八さんと僕は、じゃ結局、新八さんの方が好きってことですか？今まで僕の方が好きって言ってたのに。なんで気づかないんですか、慎吾さん。え？慎吾さん。慎吾さん。はい。R さんの気持ちに早く気づいてくださいよ。どういうこと？なんで女性にそれを配信中に言わせるのは間違ってますよ。慎吾さんの。じゃあ、どういうことですか？僕の方が。いや、慎吾さんだけっすよ、気づいてないの。僕のが好きだったってことですか？そうですよ。なんで気づいてやれないんですか？さすがワイドワさんだね。慎吾さんのことが好きだから、慎吾さんのことが好きだからそうやってるんじゃないんですか？いやでも、ツバニャンのことは、なんか最初嫌いだったけど、違う違う、T のことは、じゃあ説明できないじゃん、T のことはね。じゃあ散々言ってあげるね、あいつは女として見れない、裸になって迫ってきたとしても、あの女だけは無理、ね、散々私にも文句言ってたじゃん。文句じゃないでしょ。それは R さんがツバニャンのこと好きなんでしょって、俺がツバニャンの話したらツバニャンのこと好きなんでしょって言ったから、いや別に俺はツバニャンが別に僕の目の前で裸になっても僕はやりたくないって言っただけで、だから勘違いしないでって言っただけじゃん。文句じゃないの。いや文句っていうか、だから勘違いしたじゃないですか、ツバニャンのこと好きなのって言われたから。そんなにツバニャンのこと言うんだったら俺がツバニャンのこと好きなのって言ったじゃんって。それ俺全くそんなことないし、女性としては全然タイプじゃないし、本当にもう目の前に裸になっても全然襲わないしって言う、ただそれ言っただけじゃん、それは。まあいいけど、とりあえずさ、あのね、人に、その、まして、配信会一番嫌いだって言ってるその人と絡むんだから、うん、ね、私がこれから何をしようか。いや、それは言ってなかったよ。だって、妻、まあ、T のことは、あの、聞いて、はい、聞いて、もうあなたスイッチ入ると終わらないから。はい。誰とコラボしようが、はい、それは、ね、あなたが今日やるのが事実なんだから、はい、それを口出ししないでね。じゃあ僕帰ります、これから。いやいや、それは良くないですよ。いや、本当、ツバニャンには申し訳ないけど、後で謝っとくけど、本当、俺帰るわ。じゃあ、逃げじゃないですか、それ。じゃあ、俺は本当に嫌われない。いや、それ間違ってる。R さんの気持ちをもっと汲み取ってあげないと。じゃあ俺はどうしたらいいんですか、じゃあ。いや俺帰るよ、じゃあもう本当にマジで。嫌われたくないから。いや違う、あのね、慎吾さん誤解してる。ツバニャに後で謝っとくから。そういうことじゃないのに。いや俺じゃあもう俺ほんと帰る。ごめんなさい、本当になんか。じゃあ本当に。配信も大事だけど、俺 R さんが一番大事なんですよ。R さんが怒ってるとこそこじゃないですよ。だから本当それはもう本当申し訳ないんですけど、妻には多分来ると思うから謝っといて。はい。ね、あのなんだっけ、さっきコメントで R まだいたとかなんかコメントされたけど、さっきさ、はい、6時43分だからにさ、はい、あの何してるの R さん見てないのってさ LINE してきたよね。はい。はい、だから私見たのよ。それまで見てなかったよ。知らなかったよ、この音の成り行きっていうかね、はい、そう、だから別に監視
して怒ってるわけじゃないし、はい、ユーチューバーに貸さない。そう、久しぶりに見たら、はい、そのガツバネ呼ぶって流れになってるから、はい、ね、いや、なんかそう、ほら、そう、だからいちいちでこう、だって言ったじゃないですか、T さんが、嫌いだったって言ったけど、その次にもう嫌いじゃなくなったって言ったじゃん。だから聞いて、うん、とりあえずこれはもう呼んだんだから、はい、慎吾さんはそこにいてください。いや、だってそしたら、だってもう、あれじゃん、なんかあれじゃん。いや、もう それが問題じゃないの。あなたがツバネを呼んだっていうことが全てなの。今来る来ないは関係ないんだよね。いや、ごめんなさい。だからでも一応 R さんに聞いたら、ツバネを呼べって書いてあったんですか、コメントで。 R さんです。だからリスナーのせいなんですか。いや、違う、 R さんが呼べってあったじゃん。ヨスさんと金梅さんとツバネは呼んだ方がいいってコメントしたじゃん。だから一応、いや、それは知らない、さっき見始めた。いやいや、コメントしてたよ、コメントしてたよ。で、それで別に俺は いちいちでちょっと待って、いちいちで会うわけじゃないから、みんなでほらこう会えば別にいちいちにもなんないし、ホテルも行かないじゃん。ツバニャンじゃなくて聞いて、深夜町のさ、ライブだって、うん、ね、他にいるし、二人っきりじゃないしさ、うん、うちんとこはそんなのどうでもよくない。だって俺ツバニャンとやろうともしてないじゃないですか。でも R さんは、S さんともう、や、まあ、そういう関係違うじゃん、その関係性が違うじゃん。で、やっだからツバニャンとやりたくないって言ってんじゃん。なんでそれ、なんで俺がツバニャンとやらなきゃいけないの、その前に。ホテル阪神探してるんだからやればいい。だから別にツバニャンは別にタイプじゃないって、そもそも。もうとりあえずもう飽きたから。飽きたとか言わないで。いやいや、そうじゃなくて、この配信自体がもう私飽きたから、私の言いたいことは多分和藤さんは分かってくれてると思うし。いや、僕は分かりましたよ。じゃあ、じゃあ俺帰るわ。もう俺と帰ります。で、ほんと妻には申し訳ないけど、余計嫌われますよ、多分。いやいや、俺もうそれがなんか、それがいい気がする、俺は。嘘、余計嫌われてもいいですか。嫌われてもなんか僕がそれがいいのかなって思ってるんで。あ、嫌われた。あ、怒らせちゃった。いや、男らしいところ見せた方がいいと思いますよ。これ、慎吾さん、僕の感想っすよ。慎吾さん。これマジで僕の感想っすよ。慎吾さんのこと好きだからこうなってるんですよ。R さんは。え、一回落ち着けましょう。一回。ちょっと待って。いいっすなんで俺は YouTuber みたいに、うまい棒でみんなでワーワーやって、なんかリスワンプレミアムのポイントも稼ごうと思ったら、なんでこうなんの？なんでこうなんの？マジで。いや、R さんは本当に慎吾さんのこと大事にしてるんですよ。気づいてあげないとかわいそうですよ。気づいてあげないと。これ R さん、慎吾さんのことが大好きだからこうなってるわけじゃないですか。女心分かってあげないと。僕分かりましたよ、 R さんの気持ち。だって、うん、ほら、絶対 R さん善逸じゃん。申し訳ない。あ、R さん。申し訳ない。テンションがなんか、はい。言っていいですか。いや、ダメなの。いや、すっごいなんか言いにくいんだけど、はい、R さんがやっぱ怒ってるんだよね。怒ってるっていうか、いや違う、いや僕は行かない、僕が行けないんですけど、本当にごめんだけど、自分だけだったらいい。いや、それなら大丈夫だと。いや、妻じゃ、本当ごめん、なんか本当に別に、なんつうか、いや、てか、ちょっと妻じゃんと変わって。あ、変わってた。はいはい。え、なんか、なんて言うんだろう、つばにゃんさ、はいはい、なんて言うんだろう、秒で取りますね。なんか、R さんの悪口とかめっちゃ言ってたとかって言ってたんだけど、あ、まあ、私が愚痴されたから
爆走はね、気持ち悪いのが、ね、ああ、で、なんか、その、R さんがツバちゃんのこと嫌いみたいな感じになってる、なってるっていうか、さっきはいいよって言ってたんですよね。そうなんですよ。別に言うとってなんもないじゃん。いや、まあ、かき乱したいだけなんでしょうね。ジャニーさん、私、深夜ちょっと絡むんで。あの、つまり、ほんと、ほんとごめんね、なんか。ほら、そうなるじゃないですか。いや、気になりじゃないですか、アールさん。だって恋してるんだからしょうがないじゃないか。恋してる、だってなんもないじゃん、だからアールさん。あの、すまねや、すまねやさっき。いや。じゃあ自分だけ行けばいいんですか。いやでもな、すまねやさんといた方がいいのにな。あ、どうしたらいいんだ。どうしたらいいんだ。いや、もうそこは男を見せて大丈夫ですよ、もう。R さん、じゃあ R さんと付き合う見込みあるんですか。いや、俺 R さんと付き合いたいよ、俺は。付き合い、でも付き合って俺は結婚したいんだよ。これ本当、ネタじゃなく言うけど、俺結婚したいの、R さんと。結婚したい。笑うなよ、本気なんだよ、俺本気だから。好きだからでしょ。でも俺がこんな状況じゃ結婚できないじゃん。だってこんな仕事もこんなんだし。じゃあどうする、普通に働く。俺 YouTuber になりたいの。YouTuber になったらごめんね。いや、わかんないけど。なんスバニャンさんいいでしょ。これ冗談に聞こえるかもしれないけど、俺本気で言ってるからね。ほら、新八町、みんな新八町、新八町ってなるのは違うんですよ。ちょっと、一回呼んでください。僕、説明するんで。絶対信じてください。何をすか。一回、妻に呼びましょう。二人呼びましょう。一回、妻に呼んで、うん。いや、僕、説明するんで。慎吾さんに。どうするんですか、妻にゃさんは、ダメなんですか。いや、とりあえず向かってください。来てください。どうなんだろう。何聞こえない。な。とりあえず来てください。いや、爆速切っていいや。使えないから切っていいや。とりあえず連れてくから。いや、爆速いらない。帰れ。とりあえず行きますね。爆速帰れ。お前使えないから消えろ。どうしたらいい。いいですね、連れてって。いや、爆速いらない。爆速いらない。あれ、どうしたらいいんだ。とりあえず連れてって。いらない。爆速いらない。ちょっと聞こえないな。めんどくせえから。とりあえず今 R さんの話だから。あれ、持ってます。あ、持ってます。いいや、めんどくせえ。爆走めんどくせえわ。いらねえ。いらない。どうす。とりあえず連れてっていいです。ちょっと一回来ていい。いらない。爆走いらない。ちょっとなんか LINE 見ろって言われてるんで、はい。じゃあもう一回ね。はい。いらない。いや、慎吾さん。なんて来たんですか。電話してって来た。電話しましょう。めんどくせえの、いらねえ。好きじゃないよ。好きじゃないですよ。普通ぐらい。これはラグあるよ、聞こえてはいる、これは声は乗せた方がいいの。ちょっと乗せるね。はい。あ、乗せました。乗せました。これはちょっと多分爆散地さんも
しない。そのうちの一つをまた今日ついたけど、うんうん、あの私がその告白の場面にいたのは確かだけど、うん、あのその前の 1,2 ヶ月前から、うん、毎日毎日 YouTube にも残っているけど、うん、あのあれなんかいろんな人の声聞こえる、うん、それはあのそうスピーカーフォンにしてるから、そう、それでずっとね、自分が、うん、私は普通に新野鳥と出会ったのに、うん、え、なんか聞こえない自分の声が、なんでだろう。え、俺は聞こえてるよ。あ、聞こえますか。うん、全然聞こえてる。そう、で、その告白以前の問題で、うん、私とあの野鳥がその会ったりしたっていうことが、うん、妻にも許せなかったみたいで、それでも、それも何でも野鳥でも何でもないのに、うん、そうで、ああではやって、なんで自分とはやれないのっていうことで怒っていたわけ、うん、そう、だから告白したとか、うん、え、スピーカーしてると聞こえないの、なんか喋りにくいから。いや、聞こえてる、聞こえてる。だからなんでスピーカーにするんすか。とりあえず、野鳥も分かってると思うけど、例えば深夜ちょっとエッチもしてないのに、うん、え、私実は深夜ちょっとエッチしましたって言って、うん、散々リスナーさんを困らせたり、うん、嫌がらせしたり、うん、そう、その上ね、あの、なんだっけ、自分が行くことで慎吾さんを取れると思うなら、うん、逆に来いって感じ、まあ、確かに、どういうこと？だって本当に私のお母さんくらいで取ってるから、あの人、おばさんみたいな体型なんて、俺、本当に、あの正直に言うよ。正直にから聞いててね。配信。ツバニャン呼んだら、あの体型見たら、多分、じゃあ、俺は、本当に、嘘じゃなくて、ツバニャンを別に女として見てないし、そう。だって、ね、その発言からして間違ってんの、慎吾さん。何が？あの人を女として見てる男配信者いませんよ。うん。俺はアルさんのこと一番好きだし、アルさんどうこうじゃなくて他の男配信者に聞いてください。アルさんは抜きとして、うん、いやそれは知らない。別に整形してもあの程度じゃめちゃくちゃかわいそうなんですけどあのお腹とあの胸とさ汚らしいさ、いやだから俺は別に好きじゃないけど、うん、見てないわ。だって深夜ってさ、ね、お金をもらったって断るレベルなんだよ。うん、深夜ってさって言い方は悪いけど、お金何十万もらってもあの人は無理だよ。うん、だからとりあえず私のあの今日ね呼んでもいいとも呼んじゃったんだし、いやでもだってそしたらだって俺絶対嫌がるじゃん。だってだから嫌がるっていう時点で、うん、あの私ともうなんか何言ってるか分からん自分の声も。いや違う、だって R さんが一応あのほら金梅さんとつばちゃんとあのどれさんじゃなくてと、なんだっけ、金梅さんとよっさんとつばちゃんは呼ぶべきだってさっきコメントしたじゃん。私が、あの、やきもち焼く人ってさ、うん、例えば、ノアちゃんみたく、すごく胸が大きい、もたい女子とか、うん、ルーちゃんみたく、綺麗な人とか、うん、コトコちゃんみたく、綺麗な人とか、うん、クソにさ、やきもち焼く要素なくない？まあ。あの、嫌いとやきもちって違うってわかりますか、あなた。ああ、なるほど。確かに、そう。そういうことか。そういうの。でもその T さんのことはその嫌いじゃないよって、最初嫌いって言ってたけど、なんかもう最近私の悪口じゃないし嫌いじゃないって、だから自分が決めることだから呼べばいいじゃん言ってたじゃん。だから私が決めることにも文句を言わないで、ね、私がたとえやっちょと何しようか何するっていうのは変なことはしないけど、コラボしたりお話ししたりするのをなんかおかしくない、それ止めるの。でも R さん僕のことを好きって言ってくれてて、
その方とはなんかいろいろやってるわけじゃないですか。いや僕 R さんが正しいと思います。だって俺妻ちゃんとやろうとも思ってないし、てか一回もやったことないし、やろうとも思わないし、そうだから私もあの野鳥嫌いでも好きでもないんだから、でもそれは当てつけで言ってるじゃないですか。別に今今日ツバニャ呼ぼうってなって、そういう風に当てつけっていうかさ、じゃあ私もやるよって。そうそう、ヤミリさんの言う通り、爆走は女じゃないんだから、なんか私と同じ女扱いされるのも嫌だ、うん、ゴリラですからね。ゴリラで、これでだからツバニャと俺が過去にやってたってなったらまだわかるよ。だから聞いてよ、ジャンさん、私を好き好き結婚したいとか言ってるけど、うん、あのね、うん、好き好き結婚したいって言ってる割には、うん、私が一番嫌いな女と絡むんだから、それまでのっていうことなんだから。え、言ってなかった。それはだってRさんが話変えてるじゃん。だってだって R さんが一番嫌いな人は他にいるわけじゃん。で、ツバニャは別にそんなにもう嫌いじゃないって言ってたじゃん。だから嫌いじゃないっていうのはもう私の文句を言ってなかったから嫌いなんだけど。じゃあ言ってなかったから嫌いじゃないんだけどってことじゃないの。だって R さんは最初ツバニャのこと嫌いって言ったじゃん。でも最近は嫌いな理由はだから、え、でもその後にもう私の文句言わないから、いやいや、あ、私の、いや、それは慎吾さんが悪いっすよ。違う、じゃあ違うんだよ。 R さんはもともとツバヤのことが嫌いって言ってて、うんうんうん、でそれで、うんうん、でもそれなんで嫌いなのって俺が聞いたら、ツバニャンがなんかすごい粘着して R さんの悪口を言ってたらしいんですよ、うんうんうん、でそれで、うん、あ、そうなんだっつって、うん、でも R さんがある時、うん、もうツバニャンのことあんまり別に嫌いじゃないって言ったんですよ。で、じゃあ配信外ですか。そう、うん、でそれでどうし、なんでって言ったら、うん、もう最近はあのツバニャンは私の悪口をも言わなくなったからって言ってて、うん、なるほどなるほど、あ、じゃあもう別に嫌いじゃないんだってなるじゃないですか、うんうんうん、でまあ名前は出さないけど、他に R さんがすごい嫌いな配信者がいるんですよ。でその人が一番嫌いで、うん、別にその人と絡まなければみたいな感じだった。なるほどなるほど、はい、だから別に、あ、じゃあ、うん、ね、ツバちゃんとかだって別に、うん、まあ僕だから別に、まあ、そ、女性として好きではないですけど、うんうん、まあ大丈夫なのかなって。まあそうそう、うん、まあ、あと、まあ、ぶっちゃけた話、このほらやっぱ今プレミアム兄さんとかやってるじゃないですか、うん、でツバちゃんと絡んだら正直ドカってポイント上がると思うし、うん、でツバちゃんだって多分お互いウィンウィンの関係にもなる部分もあると思うんですよ、うんうん、だからなんかまあ別に、うん、なんですか、R さんがそんな、うん、ね、あの 嫌わないっていうかさ、あの、うんうん、もう嫌ってないんだったら、うん、まあ別に、うん、しかもいちいちで会ってるわけじゃないし、うん、みんなこうやって会うわけじゃないですか、うん、こうやって食べてくる、みんな3人いるし、で前日もツバニャも来て、うん、5人でこうね、うん、来れば別にほらいちいちで会うわけでもなく、うん、ラブホ行くわけでもないじゃないですか、うん、そんな なるわけないんですか、うん、てか別にツバニャに俺じゃあラブホ行こうって言われても別に断りますし、うんうん、それは間違いないですけど、うん、なるほどなるほど、慎吾さんが悪いですね。なんで、あ、俺、僕っすか。配信外だわけじゃなくてビジネスだからしょうがないかなっていう。いや、僕いいチャンスだと思いますよ、これ R さんに今が。じゃ俺は、はいはいはい、確かにこの配信とかプレミアムリスも確かに大切なんですよ。わかりますわかります、うん、だってこんな僕ら底辺配信者からしたら、うんうん、こんなね、30万とかもらえるかもしれない今の段階で、うんうん、絶対美味しいっていうか、うん、普通にだってもう投げ銭も僕も減ってるし、うん、みんなも減ってるじゃないですか、うん、す30万なんてもう大金じゃないですか。大金ですよ。で僕はこのね、うん、あの、なんかそれなりに狙える位置でもあるから、うん、っていうのはあったんですけど、うん、でも俺は配信より R さんの方が大事だし、うん、本当嫌われるぐらいだったら、うん、なんか僕はもう何ていうんですか、うん、
まあ、つまりだと絡まない方がいいのかな。違うんすよ、そこが違うんですよ。 R さんはなんで慎吾さんのこと好きになったんですか。なんで出会ったんですか。なんでなんでっていうのは、やっぱり人気がある慎吾さんだからキラキラしてるわけじゃないですか。いや、それ関係ないと思いますよ。それはでも、じゃあ僕みたいなドカソだったら、はい、R さん出会ってないですよ、多分。いや、それは多分関係ないです。あの、例えばもともと R さんってみどりさんのなんかこう、うん、ほら、人気配信者じゃん。いや、違います。みどりさんとなんかこう、絡むっていうか、うん、で、みどりさんが結構多分 R さんのことおそらく好きなんです。わかんないですけど、わかんないですけど、うん、で、それで、でも別にそんな状況だったら R さんはみどりさんとこ、まあ俺より人呼べるじゃないですか、みどりさん、うん、だから別にアルさんがみどりさんとこ行ってけばいいだけで、そこ行ってないじゃないですか、うん、そこ行かなかったんですよ、うん、で、俺に来たんですよ、うん、俺よりみどりさんの方が人呼べるじゃないですか、うん、っていうことはだからやっぱり、うん、僕のことが好きだ、うん、そうですね、でくれたんだな、それは間違いないですね、それは間違いないです、思うんですよ、うん、俺は確かに配信もお金も大切だけど、うん、僕はアルさんを失いたくないですよ、本当に、うん、これもう本当ネタとかじゃなくて、うん、台本とかじゃないし、うん、これガチで言ってるんですけど、うん、確かに配信も大事だしお金も大事なんですけど、うん、僕やっぱアルさんが一番大事なんで、うん、なるほど、やっぱそこは僕の中でやっぱ、うん、じゃあ全部食べましょう。え、いやだって最初に言ったじゃないですか、これ食べ終わるまでこっから出さないですよ僕。それ約束なんで。まあまあまあ、はい、僕でもこれじゃあ食べましょう。つばちゃんが来ちゃうじゃないですか。いやもう関係ない、一人で食べればいいんですよ。いや食えるわけじゃないじゃないですか。いやいやいや、だからそれは約束なんで、食べ終わるまでこっから出すつもりはないですよ僕は。いやでもつばちゃんが来ちゃうと、いや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 、もうそれはもう、はい、ルールなんで。いやもうルールっていうか、いや関係ないんで。いやいやいや、俺はもうだって、いや全然配信外でも全然構わないんで、はい、もう一歩も僕は出さないです。ちょっと意味が分かんないですけど。いえいえ、だって確認したじゃないですか。はい、これ全部食べ終わるまで出れませんっていう企画なわけなんで。でも俺は別に配信よりも、食べればいいですよ、配信よりも R さんの方が好きなんで、はいはい、僕はそんなの分かりますよ、はい、それは分かります分かります。じゃあ食べましょう。いや、それはちょっと意味が分かんないですけど。だってそういうルール、そういうルールで。いや、それは分かりますよ。それは分かりますけど。え、食べましょう、とりあえず。じゃあ、このままだったら、だって、ツバちゃんが来ちゃって、俺絶対嫌われちゃうじゃないですか。もう嫌われるでしょうね。でしょうね。はい。で、それは嫌なんですよ。分かりました。それは。いや、別に俺、うんうん、俺は別にツバちゃんのことを、うん。別に嫌いでも、分かりますよ。嫌いっていうか、うんうん、まあ別に。まあまあ、異性としてはってことですよね。はい、別に、全然。別に異性としては全然、うん、なんていうんですか、うん、あの、別に、興味、まあ、興味ないっていうのもつばちゃんに申し訳ないですけど、うん、興味ないし、うん、でも別に、うん、僕はつばちゃんに何かされたわけでもないし、なんか分かる分かる、そのなんていうんですか、別につばちゃん嫌いか好きかって言っても別に、うん、正直どっちかというと無関心なんですよ、うんうんうん、嫌いでも好きでもない。なるほど、 R さんがちょっと苦手ってことですよね。そう、うん、で R さんのこと好きだから R さんを優先すると。そう、ただ配信よりもね、配信よりも R さんが大切だと、はい、そう、うん、で、ツバニャンは別に、うんうん、その無関心ではあるけど、うん、だからこういう今イベントやってて、一緒に絡めればポイントはドカっていくわけじゃないですか。いきますいきます。そこの部分で絡んだ方が一応配信的にはメリットあるのかなみたいなところはやっぱ思うわけじゃないですか。なるほどなるほど。で、別にその女性としては、うん、R さんをより、 R さんを優先すると。そうですね、分かりました分かりました。じゃあ食べましょう。いや分かりますよ全部、うん、全部わかります、うん、でも、はい、全部含めた上で、はい、食べ終わるまで出れない企画なんで、うん、うん、全部受け止めました。 R さんのこと、ツバニャンのこと、はい、新野鳥のこと、配信論全部受け止めた上で、僕はこっから一歩も出す気はないですね。うん、うん、それはごめんなさい。いや、それはごめんなさいですけど、本当に、うん、もう、いや、僕はもうん、帰らないと思う、本当に。理由のって、俺は言っといて。いや、返さ、いや、もう絶対返さないですね。いや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 。いや、もう、そしたらもう、ワドさんと俺もう二度と絡まないです。いやいやいや、もう関係ないです。僕は、絡む絡まないじゃなくて、はい、ルールなんで、これは。いや、僕も、企画なんで。僕も、はい、正直ね、あの、
さっきなんか結構テロップしたのあったじゃないですか、なんかまあちょっとぶり返すのもあれなんですけど、なんか結構アウトロー系な人がなんかこう突だかなんかしてきて、突てか電話とかでコメントも多分してたんですけど、で結構ワードさん煽ってたじゃないですか、でなんか関信号がなんかどうのこうのかかってこいやみたいなこと言ってたじゃないですか、で僕俺本当そうね嫌いなんですよ、はっきり言いますけど、わかります、俺その時点で俺なんかワードさんやっぱもう俺二度と絡まないでおそうかなってちょっと思ったんですよ、なるほどなるほど、正直俺そういうのは嫌だってもうワードさんも知ってるでしょ、それは本当に申し訳なかったです。それは最初から言ってますよね、うん、それは本当に申し訳なかったです。それはあの、はい、ワードさんがこの配信外で話したし、僕がそんなにいきなりそういうなんかトスとかも嫌だしって言って、で特に僕がそういう系なの嫌いなのも多分知ってると思うんですよ、うん、わかります、はいはい、それなりなんかその時点でちょっとあれだなって思ったし、でそれでこのね、僕はそのなんだかんだ配信の、なんていうんですか、配信よりもアルさんの方が大事だし、だその意味、そういう意味でなんかやっぱりちょっと価値観が違うというか、そう、わかりました、わかりました、でワードさんはだから、あれじゃないですか、その、例えばアウトローでも何でも喧嘩とかもこうやってきて、でそれでなんか閲覧稼げればいいってやっぱ考えるアウト、僕は閲覧全然過疎なんだよ、僕は。いやでもそしたらじゃあなんでさっき煽ったかって話ですよ、やっぱり僕は慎吾さんにプレミアムリストはやっぱ慎吾さんが目指す30万いってほしいんですよ。いやでも僕はそういうの求めてないんですよ、だからこういうことやってるんですよ、別に喧嘩もしないで、YouTuber みたいなちゃんとした企画で撮りたいと思ってるから、だからこういうことやってるんですよ、でも YouTuber だったら食べますよこれ、いやだからそこは関係、そこにその繋がるわけじゃなく、でそれでいてそういうなんか楽しくみんなでわけわけやろうっていうのに、和道さんがさっきそういう風にやったわけじゃないですか、もうその時点で俺あれって思いましたよ、で俺はもう本当になんかその時点でちょっともう嫌だなと思ってたし、正直絡む気ないんでよろしくお願いします、はい、それはもう正直思ってたんで、昨日心配した、食べれば終わりですからもう食べましょう、手放したはね、食べましょう、やっぱ僕合わないですよ正直、やっぱり手放すのはなんつうんですか、まあやっぱりふわっちの配信者とかなんかやっぱそういうのあるじゃないですか、ぶっちゃけなんかアウトローを煽ってこうなんか来させてなんか警察だったとかでそれで炎上で稼ごうみたいなあるじゃないですか、そういうノリ、金よりもリスナーさんの方が大事だから、僕はそういうの本当に嫌なんで、嘘じゃなく、だから僕はそういう人たち一切絡んでないじゃないですか、わかります、そういうの分かった上で僕は、まあ正直ちょっと若干怪しいなと思いましたけど、和田さんと絡む前に、でもそういうの 俺のことをなんか普段配信見てるって言うし、大好きですよ、大好きですよ、大好きですよ、僕の配信論とかもすごい聞いて納得できる、納得っていうか分かるって言ってくれてたから、だから絡んだんですよ、わかります、まあ、僕大好きです、大ファンです、でまあ本当に尊敬してます、こんなこと言うのもあれですけど、なんか僕は一回ワードさんずっとはめられたかなって思った、僕だってあの時、はい、だってはめられたっておっしゃってますけど、はい、だって慎吾さんが逮捕歴なんて知らなかったですよ、警察と、そうじゃないですか、過去に4回報道されてるの、好きな人がいるっていうから応援したいと思ったんですよ、いやもうその言い方もちょっとあの語弊があるんですけど、まあいろいろあって、いや乗り越えましょうよ、僕 R さん絶対慎吾さんとうまくいきますよ、ただここで投げ出したら全部ダメになるんですよ、企画も中途半端、はい、爆走の件も中途半端、はい、R さんの言葉も届いてない、はいで、リスナーこんだけ見てるのに、リスワンなんかどうでもいい、はい、R さんを取るんだって、 R さんも裏切って、リスナーも裏切って、配信、自分の配信論も裏切って、なんすかこれ、いや配信論裏切ったのは、あれワードさんですよ、なんでですか、いやだから僕がそういう、だってプレミアムリスワン取りたいって言ったんじゃないですか、そこじゃないです、そこじゃないです、論点をずらさないでください、どこですか、どこですか、だから、そういうアウトロー系とかそういう喧嘩とか僕嫌だって言ったんですよ、でそれは分かってたじゃないですか、でそれなのにそれを分かった上で、こんな和気あいあい、こんなのでなんでアウトロー呼ぶのって感じなんですか、ここ YouTuber みたいに、近藤さんもだって赤楽さんも来てないですよ、いやそうだけど、完全に煽って来させようとしてたじゃないですか、いやだからそれはプレミアムリスワン取りたいって赤楽が、はい、こう応援ですよ、近藤組長と赤楽からのエールですよ、いやいや、それはなんで和道さんじゃ煽ったんですか、そういうの、冗談通じる人と通じない人っているじゃないですか、通じない人たちじゃないですか、ああいう人たちって、いや、ああいう人たちは冗談通じない人って本気で言ってるんですか、いや、思ってますよ、なんかいろいろ結構なんか揉めたり警察だったらなってるじゃないですか、僕はだからそういうところは怖いし、そういうところと絡んでも、慎吾さんは全部が中途半端じゃないですか、プレミアムリスワンも R さんのことも今回の企画のことも全部投げ出すんですか、どういうことですかこれ、
うまい。それは、パンポタうまい。あ、美味しいです。うん、それはだから和道さんが最初から、そういうことを やった部分もあるし、まあ、アルさんがこういうふうに言ってきた部分もあるんですけど、うんうん、でもその時点で僕なんか配信、まあまあ、そのアルさんも置いといて、うんうん、まあ、もうアルさんはとりあえず置いときますよ、うん、置いといて、まあ、和道さんとも俺価値観合わないなと思ったし、正直。いや、なんでですか、まあ、こういう流れだから言いますけど、うん、いやだからそういう煽ってたじゃないですか、さっき。で僕は嫌だって言ってるのに、うん、ずっとやめなかったですよね。それで僕は最初からそういうの嫌だって分かってましたよね、うん、自分は、うん、いや僕は慎吾さんは強いと思ってました。捨て頃最捨て頃出たら一番強いと思う。いやだからそれ論点ずらしてるじゃないですか、うん、4番がだから僕は本当に人生嫌だ。舐められたくないんですよ、僕。慎吾さん強えぞっていう、いや本当はね、本当はこう見えて強くもないし、絡みたくもないだけ。わかります、わかります。別に僕は強くないし、絡みたくもないだけ。ただそれだけなんですよ。それなのになんか、和道さんがなんか、あだこだ、あだこだ、なんか違うことを、なんか、あれじゃないですか、なんか論点ずらして言ってるじゃないですか。僕はもう本当に、もうそういうとこも嫌いなんですよ。はっきり言いますけど。いや、全然いいです。ぶっちゃけそれ、だって放送面白おかしくしようと思って、多分言ってる部分もあるじゃないですか、ぶっちゃけ。そうです。そんなことないですよ。僕は、慎吾さんが本当は強いんだぞっていうのを証明したかった。僕はこれガチで言ってるんですよ。いや、ガチですよ、僕は。でも、絶対和道さんは本気で言ってるじゃないですか。本気じゃないです。本気ですよ。違う違う、間違えた。それは間違えた。冗談で言ってるじゃないですか。いや、冗談じゃないです。本気です。配信でそういう風に言えば盛り上がるなって思った上で言ってるじゃないですか。言ってないです、言ってないです。いや、言ってます、絶対。いや、全然言ってないです。僕は本気で言ってるんです、これ。じゃあ、どっちが正論言ってるかって言ったら、絶対僕ですよ。この中、2000人見てるんですよ。絶対、いや、絶対言ってるのおかしいのは慎吾さんですよ。わがまま言ってんの。いや。でも僕、別にね、リスナーがどう言おうと、うんうん、僕はもう価値観合わないですもん、本当に。うんうん、話聞いてて。うんうん、僕はもう和道さんとは別に配信のなんかそういう考え方とかも、うん、あもう価値観合わないなと思ったし、正直僕だったらだってあの時言わないですもん、そんななんかこうアウトロー系な人に煽ったりとかもしないし、うんうん、でそんな煽ったら本当に来るかもしれないじゃないですか、うんうん、で来たら来たでなんか煽った方がもう悪いみたいなところの見方もあるわけじゃないですか、世の中世間一般で考えたら、うんうん、そうでしょ、それは、うん、それ僕は本当に嫌だって何かを止めましたよね、うんうん、それなのになんかずっと煽り続けましたよね、うん、セキシウムは強いんだ、なんか濃いやみたいな。 でもそれ帰る理由にならなくないですか。だからそれもそういうところも僕は和道さんと、はい、もう配信の価値観が合わないなと思ったんです。うん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 、でプラスまあね、まあ、うん、アルさんの名前出して悪いけど、うん、こういうことがあって、うん、まあそれは本当ツバヤにはこれは本当に僕は申し訳ないですけど、うんうん、なんかやっぱりなんですか、うんうん、アルさんに嫌われるかなと思って、うん、わかりました。それは本当にすいませんでした。本当にすいませんでした。はい、さっきの赤ラークさんとか、近藤組長に対しても申し訳なかったし、慎吾さんにそういう不快な思いをさせてしまったら本当にすいませんでした。食べますか、まあ、はい。だから、それがもうふざけてるじゃないですか。いや、ふざけてないです。ふざけてるじゃないですか。いやいや、本当に心の底から本当にすいませんでした。じゃあもう、それがもう、もうこれがふざけてるじゃないですか。もうこれについてて話になんないですよ。完全ふざけてるじゃないですか。でもこれふざけてるじゃないですか。でもこの時点で話になる。俺は本気で言ってるんですよ。それ絶対配信のネタで言ってるじゃないですか。ネタじゃないです。本当に。いや。その件は一回、ラークさんの件は本当にすいませんでした。でも、これはこれなんで。いやいや、その時点でもう話にならないですよ、正直申し訳ないですけど。絶対ふざけてるのもう分かる、自分だって分かるじゃないですか。ふざけてやってるじゃないですか、これ。で、しかも俺のその配信の理論とかも、分かったとか言ってて分かってくれてないじゃないですか。で、謝ったとしところで結局、なんかそうやってなんかふざけて、なんかやってるわけじゃないですか。その時点で謝ってないし、それただ形だけじゃない、誠意でも何でもないじゃないですか。逆になんかおちょくってるじゃないですか。こんなここにこうなんか頭突っ込んで、これ誠意じゃないじゃないですか。いや別に謝ってほしいって言ってるわけじゃないですよ。いや別に謝ってほしいって言ったわけじゃないけど、いや意味がわかんない。いや意味がわかんないですけど、大丈
やいやいや。ふざけてるでしょ絶対。本当は泣いてないっすよねそれ。いやいやいや、ふざけてるじゃないですか絶対に。本気で泣いてないじゃないですか。言い出したのは慎吾さんなんで。笑ってるでしょ。笑ってるじゃん。笑ってるじゃん。いや、言い出したのは慎吾さんなんで、これやろうって。いや、それは分かりますけど、はい、でも俺はもう無理なんですよ。うん、これは本当に、うん、あの、まあ、あるさんのこともあるし、うん、あとなんかまあその和道さんのね、さっきの、うん、まあ別に謝ってくれとは言わないですけど、うん、そういうのもあったし、うん、なんかやっぱここいるべきじゃないなって俺は思ったんですよ、それで、うんうん、まあその、うん、まあ両方重なったからってわけでもないんですけど、どう思う？トムイケ、ちょっとトムイケの考え方聞きたいから、ちょっと慎吾さんにちょっと正座、トムイケの配信しなくてもいいですよ、トムイケ、いや、トムイケね、はい、大手さんじゃん、はい、いやいや、でもそんな関係ないです、ね、やっぱりガツンとちょっと思ってること話し大手とか大手とかじゃないの、関係ない、いやいや、言いたいことを伝えて、あの、思ってること、うん、いいよ、ガッ、いや別に俺は池上さんに関しては別に何もないんですよ、別になんか池上さんはそういう風になんていうんですか、アウトロー系なんとか煽ってなかったし、俺は和道さんに対して言ってるんです、でそしてアウトロー系本当に来ちゃうと、いや俺は本当に嫌なんですよそれは、本当に、うん、だから危ない、そう本当にそれはその求めてないし、僕は本当そういうのとなんか絡んでなんか事件に巻き込まれたら嫌だなと思うし、危機的につながってもそう、そういうことです、あの失うものがって感じ、そう、そういうことです、それは本当に思ってて、だから僕はもうずっと絡んでないんですよ、絶対に。誘われたこともありますよ、過去に何回か。そういう人たちと。まあ、名前は挙げないですけど。で、そこはもう全部俺本当に断ってるし。配信外で来るときもあるから。まあそうですね。結構。まあそういうときはもう本当純粋にマジで、あのネタとかじゃなくて警察呼びますし。でそこのね、だから、うん、池上さんは別にいいんですけど、いいっていうか別にそういう煽ってなかったからあれなんですけど、和道さん完全に煽ってたし、うん、あとそのね、まあ、それ以外にもちょっとやっぱり、うん、なんか多分ツバニャンとやっぱり絡むとあれなのかなと思って、まあ、それはもう本当こっちの勝手なあれなんですけど、その部分は確かにみんなこうやってなんかみんなで集まってやろうっつって、それはもう本当俺の勝手な部分、うん、そこは本当申し訳ないけど、いやいや全然ですね、全然そんな申し訳なくないですよ、でも R さん食べろって言ってますよ、僕が男だったらツバニャンが来る前に全部食べきりますけどね、現実的に無理、だって現実的に無理じゃないですかそれは、いや僕だったらですよ、僕が慎吾さんの立場だったら、いや一人だったら無理だから3人で、えツバニャンが来る前に食べたいから力貸してくれって言いますけどね、で僕は慎吾さんにそう言われたら全力で食べますよ、そんな食べれないから言い訳してるようにしか見えないですよ正直、R さんのことを R さんがなんで怒ってるかって言ったら、企画をね R さんのせいにしてるみたいに見えますよこれ。
自分が企画を逃げ出すのを R さんのせい、だから R さんは、そう、だから男らしいところを見せないと、これで食べて、ね、妻には来る前に食べて、3人で。妻には来る前に食べてたら無理じゃないですか、物理的に。僕はトライしますね。無理とかじゃなくて。無理って誰が決めたんですか？自分でしょ？これ食えないじゃないですか。いやいや、だからなんで挑戦しないんですか？いや僕は好きな人にうまい棒食べてるところ見てもらいたいですね。正直約束守る男であってほしいっすね。じゃあこれ全部食うって言ったら食えます？じゃあ僕は食べますよ。じゃあ食ってください。そっか、いいっすよ。じゃあ僕が食べ終わるまで一歩も出さないっすよ。食べますよ、じゃあ僕一人でこれ。いや、わかりました。じゃあ僕これ全部食べますよ。一歩も出さないですよ。そう来るんですか。いや、僕食べますよ、一人で。ねえ、トムイケ。はい、そう来る。俺が全部食べるよね、これ。できるんですか。できるよ。そう来る。その代わり、一歩も出さないですよ。じゃあ逆に、言いますよ。うん。じゃあ、和道さんがこれ全部食って、食う前に妻には来たらどうするんですか。知らないですよ、そんなの。僕はこれを食べることだけ考えますから。っていうことは食べれないってことですよね。うん。っていうことは食べれないの分かった上で言ってるってことですよね。いやいや、僕は食べますから。大丈夫です。じゃあ、つばやんが来る前に食べれないってのはもう分かった上で言ってるじゃん。いや、僕は前のめりですから。絶対に食べれるんだったら、だったら、それ、じゃあ仮にね、和道さんが全部食いますっつって。僕は 0.1% の可能性にかけますね。いや、0.1% もないでしょ、これは。奇跡を起こしますよ。いや、これ1000回に1回絶対ない。いや、僕はそういう男ですから。いや、1000回に1回絶対ないですか、これ。食べ物を残したらダメなんですよ。あ、妻には来ない。ほら、奇跡が来てますよ。みんな応援してんすよ、2359人が、慎吾さん。食うところ見たいんすよ、慎吾さん。妻には来ないんだったら。そう、やりましょう、やりましょう、そう。仲直りしましょう、仲直り。一回、妻には流れ来てる。仲直りしましょう。よし、3人で食べる。よし、よし、よし、3人で。よし、よし。よし、初心に帰ろう、はい。せーの、食べるぞ。おーし、よし、食べましょう。行こう。そういうルールなんで、食べ終わるまで一歩も出ないっていうルールなんで、頑張りましょう。よし、みんな一丸となって食べましょう。行きましょう。うん、食べよう食べよう。よかった、アルチさん、またよろしく。チームプレーだから、うん、食べよう。よし、頑張るぞ。頑張ろうね、みんなで。1本減らして880本しかないから、あ、これ無理っすね。あ、慎吾さん、これ無理です。はい、これ思ってたより、あの、無理ですね。いや、そんなのは、あの、忘れてました、僕こんだけ食べたの。これ無理ですよ。もう正直もう一本も入らないですね、これ無理っすわ。
全然進まないです。忘れてました僕。頭痛いっすこれ。髪の毛は、うん、ワロンさん、ん？やっとられ、うん、バーガー、僕も入ります、うん、無理だこれ。こんな流れで食う前全然うまくないっすね。うまくないっすね。全然うまくないっすね。うまくないっすね。ティッシュある？ティッシュもらっていい？ティッシュ、うん、トイレットペーパーじゃない？うん、どこある？トイレにした。トイレか、うん、帰りますか。え帰りますか。帰ろうか。え帰ろうか。たぶん、あの、もう、帰ったら、よくよく考えたら、帰ったら、あの、ツバニャンと接触もしないし、あの、R さんとも喧嘩しなくて済むし、うん、確かに、合理的ですよね。言われてみたら。うん。うん。すごくあのクレバーですよね。冷静な判断だったなっていう。とりあえず全一が来たみたいなんで、とりあえず全一に食べてもらおう、うん、そうっすね、はい、とりあえずそうしましょう、そうしましょう、そうしましょう。全一さんが食べれば問題ないですから、うん、じゃあちょっと外を行きます。ちょっと、うんうん、はい、僕トイレ行ってきます。そうだね、全一さんが全部食べればいいんだよね。その手があったか。一人になったところで皆さんにちょっと言いますけど、和道さんは多分ネタで言ってるんですよ。池上さんはどうしようって感じなんですよ。僕はガチなんですよこれ。
そういう思考がこう重なったこう化学反応が起きてるっていうか、これ本当にこれ結構ガチなんですよ。俺は本当に結構っていうか普通にガチなんですけど、あ、全員来ました。来ました。全員さん。つばにゃんが来ないですよね、はい、うんうんうん、じゃ食べません。いやもうなんかお腹いっぱい。いや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 、だってなんかそれだったらなんか逃げたみたいになっちゃうんですか、企画の。ちょっと意味わかんないです。いやいやいや、逆に意味わかんないですけど。どういうことですか。逆に意味わかんないです。わかりました、話聞きます。はい、いや、はい、まあこれ全部食ってのはさすがにちょっと無理があるじゃないですか、うんうんうん、まあ冷静に考えて、うんうん、せめて食えるところまで食おうみたいな、せめて、うん、いや、なんかやっぱせっかく買ってきたっていうか、まあ、うん、で妻にも来ないし、僕があるさんに多分嫌われることも今ないから、うん、3人、トム池さんと慎吾さんと善一さん、はい、だからまあ、うん、全部とは言わないけど、うん、限界までやっぱみんなで食べたいなあ思ってるんですけど。なるほどなるほど、はい、せめて、うんうん、じゃそれはわかりました、応援します。はい、はい、いや応援って食ってくれますか。そう、まあ善一さん来たんで。あ、うん、あ、善一久しぶり。すいません、お邪魔します。久しぶり。大丈夫ですか。セイさんそっちがいい、シンゴさんのところがいい。あ、はじめまして、どうも、和道です、よろしくお願いします。うわ、なんだこれ。あ、バク取っていいから。あ、そう、何これ、うん、すごいっすね。とりあえず食べましょうか。食べます。食べ、全然食ってないですか。いや、めちゃめちゃ食ってますよ、めちゃめちゃ食ってますよ、もう全然。とりあえず食べましょう、じゃあ、うん、食べましょう、食べましょうって。ゼイさん座るポジションってみます。ゼイさんの席を、うん、あ、でもそんな臭くないな、部屋。まあ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 、臭いって言ってたけど。そうおでいさん、あ、そうそう、てかまあ、正直俺は食えない。食えない、正直もう食えないんだけど。どれぐらい食ったの。130ぐらいですかね。これ、すごいな、うん、すごい量。じゃあ、とりあえず食べて食べて、じゃ限界まで食べて限界まで食べよう。とりあえず食べましょうか。すごいいっぱいある。じゃあ僕らもなんかケース絶対全員に勝てないですけど、はい、ちょっとずつ食べましょうよ。そうですね、そうですね、みんなでここは力を合わせて、うんうん、はい、まあちょっとなんかいざこざありましたけど。そうですね、ここはなんかあったんですか。いや、まあ、あったけど、うん、ここは力を合わせて。そうですね、いや僕もなんかちょっと言い過ぎた、うん、いやもう本当僕生意気だったなって。いや全然そんな、力を合わせて4人で、はいはい、絶対達成するぞ。おお、全員さんです。1000本トータル、1000本ですね、1010本ですね、厳密に言うと。すごいな、すごい量が。それ1000本じゃないよ、みんなで1000。わざわざ全然食ってないじゃないですか。食ってます、食ってます、もう
いやいや、食ってないじゃないですか。でももう、前のめりですよ、僕は。気持ちは。シャカリキコロンブス。あ、ありがとう、ありがとう。コモンチョありがとう。ありがとう。あやこちゃん来ないのかな。もっと呼んだ方がいいんじゃないですかこれ。ですよね。絶対足りないでしょう。そうっすね。いや、つばなさん来ればよかったのに。ですよね。で、いや、そうですよね。まあまあまあ。そうですよね。返事はこれはごめんなさい。めっちゃ来るんで。そう。さあ、ほんとごめんなさい。うまいかも。こんまで食べると味が感じなくなります。感じないね。10人ぐらいやるとダメでしょ、これ。10人いたらいけますよね、これ。あ、10人いたら。うん。10人は結構きつい、きついです。うん。10人でもまあきついけど。うん。あやこちゃん来ないのかな。どんどん読みましょうよ、もう。どんどん読んだ方がいいですよね。読めなくて。はめ焼きました。読みましょうよ。500本一から食べたとき、はめ焼き結構したね。R さん関係なく、もう、どんどん。いや、関係ないっていうか、まあ、まあ、ツバニャンが来てないからね。じゃあ、R さんの NG は、ツバニャンさんだけなの。いや、まあ、他にもいる。名前出さないけど、名前出さないけど。女配信者ですか、でも。まあ。まあ、多分男もいなくはないんだろうけど、まあ、名前は伏せます、ね。油がそうです。いいっすかそれで、ハルシさん。え、そんな制限されてて。え、何が？ハルシさんに。いや、俺はいいっすよ。全然それは本当に。これやばいっす。なんでこんな無謀な挑戦を。いや、やっぱこういうのやった方がいいかなって。これずっとこういう感じですか。いや、こういう感じで。絶対もっと読んだ方がいい。本当に言った。じゃあ感じない。感じないです。絶対4人じゃ無理でしょう。人欲しいですね。じゃあ俺ブッキング担当になろうか。ブッキング担当。ちょっと僕は人の確保に動こう。あいこさん、え、行くのやめるってあいこさん。え？え？なんかこう買います。かなり弱いからね。食い前もダメだ。気持ち悪い。大丈夫ですか？大丈夫ですか？それが気持ち悪い。ね、どうしたんですか？いやー、これ食えないっす。いや、まだ頑張りますけど。うん、頑張りましょう。まだ頑張りますけど。ファイト。いや、軽いっすよ、ファイトが。いや、でも、もう、マジで気持ち悪いです、ほんとに。うまいわ。マジで結構気持ち悪いです、ほんとに。うん。なんだっけ。うん、なんかみんな仲良く食いません？そうですね。なんかちょっと暗い、うん、殺伐としてるんで。殺伐してるじゃないですか。うん、じゃあ分かりました。盛り上げるんで。もうちょい。オッケー。いけますよ。楽しく食いますね。うん、トム一回ね、うまい棒置いて、トム好きなアニソン歌って。アニソン。アニソン。大丈夫。楽しい空気になるから。よ、ワン、ツー、スリー、フォー。移動せ、
ガンダム。いいよ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 、楽しくなってきた。うん、続きはね。いいよいいよ。ふんふんふんとか流れで。あの歌いながら食べる。歌いながら食べようか。歌いながら食べる。そう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 。いいから。はい。はい。うん、なんでもいいよ。なんで知ってる歌なんでもいいよ。ふふふとかララララ。くわえたドラネコを追っかけて話でかけてく。あ、コンポタージュね。陽気なサザエさん、みんなが笑ってる。お日様も笑ってる。ルルルルル。今日もいい天気。ああ、いい空気になった。ありがとう。ありがとう、どうも、池上。素晴らしい。いい空気になった。池上さん、素晴らしいですね。池上、いいよ。ああ、よかった、今。感動した。ほっこりしたよ。ありがとうね。いや、今のは本当よかった。本当よかった。本当によかった。だから、僕、あれ、池上さんがやっぱね、うん、池上さんにしかできなかったです今の。そうですね、この空気今のはやっぱり僕思うんですよ、うん、池上さんにしかできないことって絶対あると思うんですよ、うん、そのキャラっていうか。でも今っすねそれ、うん、まさしく、うん、いやうん、何だろうって、うん、やっちょくるって言ってる。まあまあまあ別に、うん、R さんがやっぱどうなったか別にいいっすけど、うん、半分だから。だって、まあ、なんつうか新潟さんってことは別に嫌いじゃないですよ、全然。もちろん嫌いじゃないですけど、多分やっぱ、うん、R さんのああいうのがあるから、うん、ちょっと気まずいっていうか、そういうのもある。まあぶっちゃけ、ぶっちゃけありますよね。嫌いじゃないんですよ、全然。ずっとことなかったっていうのはあるけど、まあいわば恋敵ですけどね。まあ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 、うん、水道水しかない。で来るのは全然いいですけど、もう本当にいやどんどん呼んだ方がいいですよ、これ無理でしょ、うん、ですよね、これ無理でしょ。大丈夫大丈夫大丈夫、命がけだからね、来ないかな。 OV チャンピオン来ないかな、うん、とんでもねモンスター。ちょっと食えないっすね、もうちょっと僕無理っす。正直何本食ったの。結構無理っす、1人40本ぐらい食ってる。正直結構無理っすね。もう60本ぐらい60本ぐらいいってるよね。おい、こんないっぱい、うん、そうだったかな。無理じゃない、気をつけるよ。きついなぁ。まあでも野鳥は多分一人で来ないはずなんですよ、僕の計算だと。ああ、そうなんだ。多分ダンスチーム5、6人で来るはずなんで、踊りながら。へぇ、ああ、いいな。でもダンサーなんで、そしたらバックダンサー5、6人引き連れてくるのが野鳥なんで。なるほど、飲みましょうよ、うん、そうですよ、5、6人来れば、うん、そうですよね、一気に減らせるかも。うん、200本は多分ヤマトさんだ。ああ、いいっす、ヤマトさんとか来るんだったら全然、うん、何の言うもんなんで、これペットだからさ、うん、木下優香呼んだらもう終わりっすからね、ある意味。呼べる人いないじゃん。ちょっとこれ呼べる人いないじゃないですか。木下優香呼びましょうよ、ちょっと。どうやってですか。いや、ツイッターで呼びかける。来るわけない。来るわけないじゃん。ここにいる2000人が、そう、ツイッターで、いや木下優香、関慎吾だぞって、助けろよって言ったら来ますよ。無理でしょ。YouTube の動画撮影しながら。何日か前にこの企画分かったら、春田さんに頼んで、覚え。絶対無理でしょ。花さん何回かやってますから、興奮したんで。誰か助けに来てくんねえかな。パルパル来ねえかな、パルパル。あ、いいっすよ、全然来ていいっすよ、全然もちろん。うん。水道水。
いや、アウトロー系だけは勘弁して、アウトロー系は。なんか、うん、さっき近藤組長が来るんで、本当ですか、いや、来ないでしょ。もう分かんないっすね。それが怖、なんか妻の皆さん怖がってた。ああ、まあ確かに確かに。で、俺もなんか正直あんまアウトロー系とはあんまっていうか絡みたくないぞ、俺は。なんかあったら怖いじゃないですか。サメ島呼べってサメ島さん小食すぎるでしょ。3本ぐらいでお腹いっぱいになるから。サメちゃんは別に大あなんかやばいじゃない。俺にはすごい優しいから。あ、そうっすね。サメ島さん優しいっすよ。サメちゃん俺には優しいから全然サメちゃんは大丈夫ですよ。多分サメ島さん来ないんじゃないの。来ないと思いますよ。ん？多分来ないっすよ。びっくりした。4人だと1人250個。うん、ああ、250相当きついよ。きついな。やっぱ10人ぐらい。なんか前一日で食べた最高が150本ぐらい。150本だったんだ。いや、それすごすぎる。じゃあ自分あのそれ1週間やった時に、うん、体力飛ばすタイプだから。わあ。金梅さん食べるかな。いや来ないですよ。さっき呼んだのに、まあ、仕方されてるもん、まあ、そうですね。ジョスさんも金梅さんも呼んだってか、新宿にいるのになんか断られましたね。金梅さんもなんか着信残したのに来ないって。ヨスさん糖尿病だからこれこんなん食わしちゃダメですか。ダメです。考えてみたら、考えてみたらヨスさんにこれ食わしちゃダメでしょ。ダメです。殺人が、そう、俺ら殺人犯だった。まいったな、これヘルプが欲しいな。コインさんが言ってよ。コインさんが。なんだこの三流オールスターはって言われてる。コインさんが言えばいいんだよ。これリスナーさんって、あ、そう、リスナーなったら、うん、いや、やばいやつは覗いてください。あの、やばいやつ覗いて、リスナーでも全然いいんですよね、来ても。DM で、DM じゃない、LINE で、うん、池上さんに DM してもらえればリスナーで来たりして、ただ、やばいやつは絶対ダメです。あのアウトロー系とか、なんか喧嘩吹っかけるとか、うん、警察だったとか、そういう風になる人は除いて、うん、いや、もうね、来てくれる人ね、ガンガン来てほしいかな、もうむしろ。そうですね。もうむしろ自然に入ってきて、普通に食い始めてくれたらありがたいぐらい。もうアポとかじゃなくて、はいどうもって言って食べ始めるぐらいがいいね。そのまんまの流れで、うん、いやーちょっときついなマジで。本当もう、うん、もう本当に、うん、ちょっとなんだろう、口の中にこのうまい棒入れるっていう行為がしたくない。顎痛い、そういう状況になってるんですよ。え、でも、いや違う、遠くだけど、なんか来たいって大学に。ん？ん？おう、おリスナーすか。お、リスナーさんです。いいじゃないですか、やばそうなやつじゃなければ、まあ、DM で判断できないかもしれないけど、うん、パソコン設定とかもやってくれたりとか。お、じゃあ大丈夫じゃないですか、はい、やばいやつじゃないってことですね、はい、あ、じゃあ全部呼べば。あ、ただこれ映していいのかなっていう。映して、まあ、もうその人の配信、まあ、めっちゃ少ないけど、はい、一応やってる。あ、顔出しとか OK だったら全然。あ、顔出し、いきます。え、多分これ映っちゃうじゃないですか、どう考えても。まあ、どう考えても映りますね。
せえ、もう食えないな。いけちゃん、2万円したいって。誰かいないですかね。次、あと残り10分か。次枠いきますけど、いや無理でしょ。かつてふわっちにこの絵なかったろうな。こんなうまい棒をこんな状態で、そうっすね。なんでこれやろうと思ったんですか。いや、だからはじめ社長のパクリで。あしかもなんかちょっと若干さっきふわっちっぽさが出たじゃないですか。あのちょっと喧嘩でもないですけど、かつてふわっちでうまい棒こんな目の前に1000本置いた状態で喧嘩する場がいないと思うんですよ、過去に。今回初だと思うんですけど。確かに。眠い。え？眠いよ。眠い。うん。なんでこんな買っちゃったんだろうな。1500買おうとしましたからね、最初。絶対1000にしてよかった。てか1000でもきついのに。500でもきついかな。いや500でもきついっすよ。4人じゃ絶対食い切れない。閲覧2300くらい言ってたんですけど。マジっすか。すごい。喧嘩みたいになった時2300とか50いくつとか。今でも1800ありますもん。1500以上、1800以上を4時間キープってことですか。1300から6とか。まあ、多分すげえな。すごい。今日このままずっとやるんですか、これ。それはもう完全え、最初はそういうつもりでいたんですけどね、ちょっともうどうなるだろうっていう。スープカワラシ NG だから来ないの。あー、カワラシ NG か。あじゃあダメだな。自分関係ないよ。善逸しか食ってない。だって俺らもう3人食っちゃったから、言ってしまうと善逸が助っ人なんですよ、これ。まあ食ってますけど、言うなんて。え、さっき、ツバネ挟んで食ったばっかり。スケットになるのかなって思ったら。いやいや、妻には本当ごめんね、多分見てるかもしれないけど、ごめん本当に。いや連れてきた方が良かったのに。いや本当に、なんて言うだろう、ごめんなさい。それは食べ物、子供に持ってきたらダメでしょ。結構食うんで力になったと思うのに。
何百本か。800本です。飲み物とかないですよね。あ、そっか、全員さんないんだ。買ってこようかな。あ、ごめんなさい、部屋から出らんないですよ、全員さん。え、ごめん、出らんない、出らんないですよ。え、な、え、全員さん、ごめんなさい。あ、さっきからわざわざ、ね、だから、誰かが、いやいやいや、さっきから、だから、あの、誰かが買ってきてくれるのは OK なんですけど、え、さっきから、ね、ごめんなさいね、全員さん、本当に監禁されるんですか。そうです、そうです。あの、もう立ち入ったらメンバー、ファミリー、ごめんなさい、本当にごめんなさい。え、じゃあ、飲み物ぐらいはいいんじゃないですか。ダメです、ダメです。えー、それはダメですね。トイレ以外はダメなんですよ。じゃあ、水道の飲みかけでいいですか。飲みかけ、やだ、やだ、なんで。じゃあ、じゃあ、まあ、そのまま食べてください。大丈夫ですか、はい、そんな鬼ルールなの。はい、出られないんで。厳しすぎでしょ。全員かわいそうすぎでしょ。お茶ぐらいいいんじゃないですか。ダメです、絶対ダメです。自販機ないですか、ちょっと。ダメです、ダメです、ダメです。いや、買ってきてください。ダメです、ダメです。え、それはいいんじゃないですか。それはダメです。なんでわざわざが仕切ってるの、この前。いや、最初に決めたルール通りに。いや、まあそうだけど、ルールはルールなんで。そうだけど、はい、それぐらいいいじゃないですか、はい、水分なくちゃパサパサなのは分かる、うん、あ、分かる分かる。飲み物はある。え、ある、ある。お、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 いいよ、いいよ。トムイケ、いいよ。お、お、お、何すか。押し入れだな、押し入れから。押し入れ、ウーロン茶とか、お、コーヒーとか。お、いいんじゃないですか。あ、全然いいですね。何いただく。何でも。ウーロン茶、ウーロン茶で、ウーロン茶で、うん、よかったよかった。あ、ありがとうございます。よかった、ナイス、グッドジョブ。やっぱ池上さん頼りになりますね。頼りになる、うん、やっぱこれ池上さん行ってよかったな。よかった。みんな池上いらないって言ってたけど、やっぱね、この時に必要っすよ。だってこの場所池上さんの、ね、この時にやっぱり池上さんってやっぱ必要だなと思って、うん、ありがとうございます。僕でもやっぱりね、池上さんっていいの、うん、いいと思ってるのも絶対コラボの池上、うん、ナイス、グッジョブ。今のグッジョブですね。グッジョブ、うん、いい仕事するな。なんで会話が続かない。インドア派だからですよ。インドア派だ。いや、タバコガンガン吸わせてもらってるよ。禁煙なのに。ね、ごめんね。優しい、優しい池上。池上さん超優しい。結局なんか最終的に池上さんの株がめちゃめちゃ上がってる、うん、めちゃめちゃ上がってる。そうですね、うん、なんか最終的に結局全部持っていくんですよね、うん、いや、池上やっぱ人間性がいいんだな、うん、池上さんは再評価の。4時間やってんだこれ。このくだり4時間やってんだ。つらいな。なんだかんだ池上さんが一番食べてますもんね。ね、一番食べてるし、うん、一番役に立ってる今。すげえ。一番貢献してますよこれ。一旦お疲れ様です。ありがとうございます。あ、皆さん、次枠です。ありがとうございます。映像枠とか撮り直して、あれ、みんなのサムネとか撮れば全然ん、サムネ多分撮り直したから一組。あ、17,500、すげえ。そうですね、えぐ。フォローありがとうございます、ね、フォローありがとうございます。
半くらいか取り直そう。取り直そう。あ、じゃあちょっとみんなアイス。あ、了解です。はい、サムネ作りそうな感じで。タイトル変えるか。何にします、タイトル。変えれませんって言って変えれなかったら怒りますかね。変えれません、はてなにしようかな、ダメかな。これ、正直で無理だと。確かに。4人じゃ。知恵を絞っていきましょうよ。知恵を。寒いっすね。暖房はね、ヒーターがあるけど、めっちゃ寒い。ちょっと保険かけとこう。食べるまで点々点にしとこう。シマルナさん、やれないですよ。サムネ、いけます。あ、ちょっとサムネいいっすか。シモさん、がっつり顔上げないと。はい。あ、いいっすね。今の、今ぐらい。そう、そうっすね。いきますよ。はい。あ、まだか。多分できたかな。ちょっと金取れたかな。ありがとうございます。どうもどうも。え、でもこれね、いつもより薄くだよ、これ。どんどん応援読まないと。いや、読まないと読ましちゃった。無理だと思う。やばい。4人じゃ絶対。あ、はい、おぶっちぎった。ありがとう。慎吾さん6位。逃げてって。全員さん都内なんですか。いや、西東京の方です。そうです。あ、八王子の方なんですね。寒いね。今そんな寒くない。R さんのところ490人集まってますよ。R さん放送してるんですか。R さん放送やって今すごいことになってますよ。ほら、関信号は配信者ですかって。なんか揉めてるんですか。そうっすね。え、さっきのことで。よくわかんないですけど。あ、ありがとう。ちょっと食べつけてる。ありがとうございます。食べつけてます。あ、うん、いやー、委員長はあるさんとか。いや、よくないよ。そんな好きなんですか。めっちゃ好きだよ、それ。な、どこが惚れたんですか。その、うん、全体でしょ。違う、体だけじゃないですね。性格？そんなに可愛いんですか。性格っていうか、そう、顔ももちろん可愛いし。シャメとかないですか。いや、ないですね。慎吾さん、面食いですもんね。そうですね、まあ、正直それはあるかもしれない。付き合えばいいの、付き合ってって言ったんですか。もう、そう、告白しないからじゃないですか。なんか中途半端ですよね。そうそう、告白をちゃんと、それ絶対いい。慎吾さんのこと好きだと思いますよ、僕。あの感じ、うん、あんなに脈あるのに。言っちゃった方がね、はっきり。そうですね。4人だよ、4人。2人っていうか4人。まいったな。これまいったな。うまい棒食べに。まいっちゃったな、こりゃ。なんてこった。間に合っちゃっ
ちょっとうまい棒とか食いたくないですけど、いろんな意味で。もうなんか頭痛いっすよね。俺は2つの意味で頭痛いっすもん。マジか。水が恵まれない人に配った方がいいじゃないですか、これ。いや、多分それやるとね、なんか知らん人にこう、こんなの配ってもっていうさ、なんか部分が生まれてくるから、通報が、通報が、そう。できると思ったんですけど、いや、そんな思ってない。最初は誰がどれだけ食べれるか対決しようとしたら、なんか全部食べるの変えなきゃいけないみたいな感じになって、うん、こんな流れになんかよくわかんないけど、頭痛い。FX って儲かるんすか？いや、儲からないです。あ、負けますね。いくらぐらいトータル負けてんすか、もう。マイナス600万。え、すごい。600、でも、ハルさんにもね、負ける。うん、3000万近く。3000万?3000万近く。桁がちげえな。自分昔やった時は、うん、200万ぐらいとかじゃない。え、じゃあ200、600、300だから500、1100万ここで、うん、え、でも誰かが負けてるってことは誰かが勝ってるってことなんでしょ、理論上。まあ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 、おお、ただスプレッド分があるから、どっちかというと損してる人が多いじゃん、うん、あ、そうなんだ。勝ってる時のピークはいくらぐらい勝ってたんですか？結構ですか？はい、うん、勝った月が、あ、勝った最高額っていうか、あ、でも28万、30万ぐらいですか？30、あ、自分ました。広瀬で、すげえ。でもなんだかんだあれっすね、楽しかったっすね、はい、うん、よかった。いや、うん、よかった、よかったね、ふわっち盛り上げていきましょう。じゃあみんなで、はい、うん、なんかよくわかんないですけどね、よかった、ほんといい企画だった。枠を取ってるとかなんか、うん、
ね、出会いがあってね、なんかトム・ソーヤさんとも会えたし、全員さんも初めて会えたし、そうですね、いや、よかった、本当によかった、よかった。じゃあ、慎吾さんは泊まるっていう形で、僕と全員さんは、いや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 、え、なんですか、いやいや、ちょっと待って、いやいやいや、なんですか、なんですか、僕ら関係ないですもんね、僕ら。そうですね、呼ばれただけなんで。呼ばれただけなんで。責任を持って。責任を持って食べきっていただいて。配信魂。本気のため息やめてもらっていいですか。自分でやったのに。本気のため息やめてもらっていいですか、本当に。なんか姉さんが今放送してるらしくて。いや、すごいですね。閲覧ぶっ放ってますよ。R さんのこと気にしすぎでしょ。R さんと話し合った方がいいんじゃないですか。もう、支障出てるじゃないですか、放送が。そんなんでいいですか、配信業が。わかんない。なんそんななんか振られたんすか。いや、わかんない。どんな感じなんですか。お父さんミラーしたらやばいじゃないですか。だからお父さん。音。いや、R さんの音を、うん、ミラーしたらダメっすね。だから、うん、コメントだけ見てるんですけど、うん、どんな内容、ちょっとよくわかんないですね、うん、なんか険悪なんですね、うん、何言ってるかわかんないですけど、コメントだけは見てる。かばってほしいでしょ、多分、うん、会えばなんですかね。バックスをそっちに向かってる。いや、嘘でしょ。どういうことマジで。どんな流れなんだろう。コメントで推測できないですか。大まかな流れを。もう付き合っちゃえばいいですよ、もう。いや、R さんと付き合ったらいいじゃん。だから付き合いんだったら付き合いたいじゃん。僕は付き合うんだったら付き合いたいですよ、本当に。それは。正式に告白してないんです。そうそうそう。それが良くないですよね。この状態で告白できない人だって。いや、この状態だからですよ。なんですか。だって、慎吾さんのことサムネにして、慎吾さんの話題をして、で、もう2000人近くが応援してるんですよ。いや、だってこんなんで告白して、こんなんでって、いいって言うと思います。だって、こんなんで、ほら、コメント欄の中に見て、今、こんなんで好きって言って、昨日無理でしょ、だって。こんなんで、じゃあ、働くんですか。働かないでしょ、だって、うん、昨日はあんまり寝てなかった。これ延長のやつ、この状態認めてもらうしかないですよ、うん、R さんに。働かないでしょ、だって R さん。延長配信業認めてもらうしかない。働かないとか言わないで頼むから。いや今働かないでとか言わない。いや配信業それはないでしょ。いやだ、今働かないではダメ。それは今それは絶対ダメ。この場で本当に働かないでしょはダメ。それは本当に俺のこと友達だと思ってくれんだったらここで働けとか。いや働けとかじゃない、配信業やっていくんでしょ、うん、まあ、いやだから配信業認めてもらうしかないんじゃないかなって。まあ配信業は力とした仕事だと。そう食っていけばね、まあ、回復時出してなかったらあれだけど、うん、出してたら仕事、うん、社会的に、うん、っていう か会社化してるから。あのさ、どう考えても仕事ですよ、うん、どうしたんすか。どうしたんすか。ああ。
うまい棒のラン。なんでこんなことなっちゃったんだ。なんでこんなことになっちゃった。なんでそれなのにこうなっちゃうの。いや、気持ちを伝えないから伝えないからですね。付き合ってくれって。それでいいんだよ、本当に。付き合ってくれって。たった1枚だ。なんでこうなるかな。なんでこうなるかな。もう交換すればいいんですよ。早く。取られちゃいますよ、他の人。いや、もうそう思いますよ、僕も。ねえ、うん、もうチャンスなのに、今。今ね、傾いてるのに、うん。これ好きだから、だって相手にされてないわけじゃなくて、めちゃめちゃ好きな状況じゃないですか。そうですよね。構ってほしいから、だって枠取ってたし。そうそうそう。ってことは、好き好きってことなのに、もったいないよな。ねえ。なんで行かないんだろう。だって告白しなかったら付き合えないですよ。向こう、女性から付き合ってくださいなんかないっすよ。受け身なんですよ。そうそうそう。そう。だってこんなんじゃ、だって無理でしょ。いや、こんなんで一生懸命。自分でやってるんですよ。無理でしょ、だってこんなんで告白したって。ちょっとこれいいですよって言うと思います、だって。いや、思いますね。おかしいわ、今の。いや、全然、いや、思いますよ。そんなわけないよ。絶対振られるじゃん、こんなんだって。絶対振られますよ、こんなの。振られるに決まってんじゃん、こんなの。え、超脈ありの状態なのに、なんでなんだろう。いや、意味がわかんない。意味が、なんでそう思えるの。だってね、デートしてくれるし。ね。絶対振られるじゃん、だって。絶対とか言ったらね。違う。でもさ。R さんのどういうところが好きなのか教えてくださいよ。サンダーは言ってますよ、僕は。性格？いや、もう全部あのキャラクターが好きよ。なんか顔が可愛いし、綺麗だし、なんかエロいんですよ、顔の作りも。エロい？はい。顔の作りがエロい。作りっていうか顔感じってんですか。ちょっと作りって言い方変だった。セクシーとか言い方変えません。セクシーなんですよ。顔がエロい。肌も綺麗だし、で胸もでかいのに。おっぱいでかいの。すっごい痩せてんすよ、なんか全体。さっきから外見の話ばっかりじゃないですか。やっぱりでも内心もすっごい優しいんですよ。髪も綺麗だし、あと。髪、外見ばっかりな。で、あと、なんかちょっとおかしい部分もあるんですけど、会うとすっげえ優しいんですよ。まあ、そのギャップみたいなのもあると思うんですよ。ああ、萌えなんだ。で、なんかこう仕草も女らしいし、いちいち全部女らしいし、ね、ちゃんとなんか、こう気遣ってくれる。じゃあ告白の練習しましょう。あの僕 R さんやるんで、ちょっと採点してこれいけるとか。いいですね。じゃあデートしました、デートが終わって夜景を見てます、じゃあうわ素敵ね慎吾さん綺麗。いや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 、なんすかなんすか。いやいやいや、なん練習しないと本番うまくいかない。いや真面目にやりましょう。そういうところが悪いところなんですよ。そう思いません？そう思います。僕恥ずかしいっすよ。
でも慎吾さん、いや俺のが恥ずかしいでしょ。いやだから、だから練習。いや恥ずかしくないでしょ、完全に。いや恥ずかしいですよ。まだまだ、いや絶対恥ずかしくない。いやいや、俺のが恥ずかしいでしょ。いや練習ですから。いけますよ、夜景見てます。はい、いけますよ。いいっすか、いいっすか、いけますよ。慎吾さん素敵。東京タワーが見える。君のが綺麗だよ。また。嘘じゃねえよ。いや絶対嘘そんなの。俺の目を見ろよ。恥ずかしいって。俺のが恥ずかしいんだぞ。うん。俺のが恥ずかしいんだ。じゃあ見る。ごめんね、慎吾さん。どうだ、俺の目を見てどう思った？夜景より綺麗。それと一緒の気持ちだよ。俺もやってんぞ。いやどうすか、最低今の流れどうすか。どうすか、ダメ出しとか合格点とか。うん、寒いっすよね。寒い。こんな風になるわけないじゃん、この流れでさ。こんなんでそんな展開どうやって持っていくんですか、そもそも。いや、わかんないですよ。じゃあ、どっからやります？いや、無理ですよ、そんなの。無理でしょ、だって。無理って言ったら無理ですからね。無理でしょ、だって、そんなのどう考えても。自然な演技じゃないですか。自然な演技、うん、いつも言うような。じゃあ分かりました。じゃあ R さんやってください。自然な演技って言ったんで。はい、じゃあ行きますよ。シーン、テイク2。今日はありがとう、シンコ。いや、俺の方こそ会ってくれてありがとう。え、私のことどう思ってるの？好きだよ。だから一緒に誘ってんじゃん。どういうところが好きなの？全部。性格はちょっとおかしいなって思う。はい、カッ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 。今のないっすね。ダメですね。そういうところですね。性格がおかしいは違いますよ、そこは。そこは、なんだろう、言い方が。ちょっと今の、ね、性格がおかしいって言ったら、そこはなんだろう、なんて言えばいいかな。じゃあ今度トミケが R さんやるんで、はい、じゃあいきますよ。これどういうシステムなんですか？練習なんで、告白は。じゃあいきますよ、テイク3いきますよ。いいよ、そこで大丈夫。いきますよ、はい、よーい、テイク3、カッ。ちょっと、つけるよ。どういうこと？ R さん、R さん、R さん、女性役ね。いきますよ、テイク4、はい、カッ。私のことは好き？好きだ。どんなところが好き？こうやって一緒に夜景を見に来て、こういう夜景を一緒に 見に行きたいって思ったところ。それ以上説明しなくてもわかるでしょ。この夜景の、うん、どんな綺麗さに憧れる？大丈夫です。そういうこともあるんで、シチュエーション的に。緊張してるんで、彼女は。はい。さに憧れる。フォロー入れましょう、フォロー。さに憧れる。この綺麗さに憧れを君は持ったって今言ったけど、この綺麗さに憧れるぐらい、僕は君のことを憧れてるんだ。ロマンチストなんだよ。君といるとそういうロマンチックな気持ちになるんだよ、自然と。うん、私のことを女としてどう思ってるの？結婚しよう。100年先も一緒に歩んでくれる？もちろんさ。ありがとう。
仕事はどうするの？食べましょうか。食べましょうか。食べましょう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 。前に進みましょう。食べましょう。食べましょう。食べましょう。トイレ、こう出て、右の。あ、外なんですか？はい。すぐ洗ってもらわないとか言ってって牛車3個洗ってあります。バウルさんが言ってるけど、いやでもうーん、練習の成果出しましょう。練習の成果っす。いやいや、それはそれはいけなくていけます。います、います。どうしたらいいんだよ。だってどうしたらいいの？じゃあ、うん、本音でいきましょう。俺だってどうしたらいいの分かんないよ。いいっすよ、いいっすよ。はい、俺そんなこと言われてもどうしたらいいんだよ俺。わかんないって。これね、沖縄困るの。みんな映ってあるから。カメラこっちの方がいいのか。こう後ろとこう置くと、自分が後ろ向かないといけないから。何したらいいかわかんないって。遠くに置くと止めるか見えなくなるから。待ってないでしょ。はあ、なかなかいい置き場がない。ここ微妙。めっちゃすごい多いよ、千本。本当かよ。怖いさんが言ったら本当かな。ここで OK。自分が後ろ向かなきゃ。なんて言ってんのかな。もう食えねえって。もうやめようよ、もう。どこがいいんだろうな。春樹さんだけでやりましょうよ。え？ね。拾いづらい。うん、まあまあまあ、メインはね、慎吾さんだから。そうそう。うん。関係ないっすからね。まあ、サブカメだからね、こっちは。入ってくるボサボサに紛れて逃げる。こ
ないでしょ、深夜ちょっと。ため息の量半端ねえぜ、ね、どこがいいんだろうな、こっちか。なんでか、なんかなるかな。どうしたかったんですか、慎吾さんは。慎吾さんの理想系はどこなんですか。食べきれると思ったんですよね。そのアーさんとかじゃなくこれってことですか。こうかな、このうまい棒ってことですか。いや、まあ全部ですね、もう全部含めて。壊れたのね。機材大事だからね。本当だよね。なんでそんな機材でもしない。してないの。何もしてないよなっていう。ああ、なんか変なことになっちゃったな。まだ悩んでスパールさん。なんか変なことになっちゃったな。どうしたんですか。何があったんですか。なんか問題があったんですか、この数時間で。スパールさんの件。いや、スバニャンっていうか、これはアルさんのことが。